山田城は、沖縄県国神郡女村座山田庄児城原に、あった14世紀から15世紀頃のグスく、沖縄本島中部の西海岸に位置する、標高約90メートル余りの細長い絶城の、琉球石海岸第一城に築かれた平山城である。城石は2008年4月1日に、国の史跡に指定された。指定の名称は、山田城石。 ザキミ城からは4キロメートルほど離れている。追記年代は不明。石川市のイハグスクのイハージから分家したものであり、ゴサマルの父祖以来の居城とされている。北側の崖には、ゴサマル先祖代々のホラー穴墓があり、文字通り、ゴサマル先祖母妃が1740年に建てられている。ゴサマルは、中北山の争いから逃れた亡き人王子が、イハ城に勢力を持った。 イハアジの三世の次男と言われる。仙台山田城主読谷山ンアジも、イハアジの一族系類であったが死死がなかったため、城主の兄弟のイハアジの三世の次男ゴサマルが、養子となって読谷山ンアジを継いだと伝えられる。中山勢力圏の北端に位置しており、北山勢力圏との境界にあった城で、ゴサマルの最初の居城であったと言われている。 小サマは1416年、昭和市の北山討伐に参戦し、北山を滅ぼした後に、読谷の崎見城を築城し拠点を移す。伝承では、その際山田城の石垣を取り壊して、妊婦の手渡しで石を運んだ。1986年から1988年にかけて発掘調査が行われた。城の規模は、東西約30メートル。 南北約160メートルであることが判明した。また、中国山東時期や、戦火などが出土した。東側と西側にノズル済みの石垣が残っている。ありがとうございます。